ウルルの前景ウルルウルルの位置ウルルウルルの位置ノーザンテリトリーの地図空中写真ウルルの斜面ウルルはオーストラリア大陸にある世界で2番目に大きい一枚岩であるウルルはオーストラリア先住民のアボリジンによる呼び名でイギリスの探検家によって名付けられたエアーズロックも広く知られた名称であるエアーズロックという名称は1873年イギリスの探検家 ウィリアム・ゴスが探検業の途中で発見し、当時の南オーストラリア植民地首相、ヘンリー・エアーズにちなんで名付けたものである。1987年にユネスコの世界遺産に登録された。しばしば書籍やウェブサイト、テレビなどにおいて、エアーズ・ロックは世界最大の一枚岩であると紹介されるケースがあるが、同じくオーストラリアの西オーストラリア州に存在する。 マウント・オーガスタスは本岩の約2.5倍の大きさがあり、世界最大の一枚岩はこのマウント・オーガスタスである。オーストラリアのほぼ中央に位置し、ノーザン・テリトリー、ウルル・カタ、ジュダ国立公園内に存在する。西オーストラリア州にあるマウント・オーガスタスに次いで、世界で2番目に大きな単一の岩石である。世界の中心という意味合いで、大地のへそもしくは、 地球のへそと呼ばれることもある。ウルルを形成する砂岩は鉄分を多く含んでおり、外観は鉄分が酸化した赤色を呈している。太陽の当たり方で色が変わって見え、朝日という日により赤色がより鮮やかになる。ウルルは岩盤が長期的に削剥され、形作られたもので、飛行335メートル、周囲は9.4キロメートルである。表面には、 地層が現れ、地表からほぼ垂直に無数の縦島を形成している。オーストラリア先住民が、ウルル周辺に住み着いたのは、今から1万年以上前と言われる。先住民が残したとされる、精霊や水場の位置が描かれた壁画があり、最も古いものは1000年程度前のものと推定される。先住民の聖地であり、古くから先住民のピチャンチャチャラ語で、ウルルと呼ばれるが、 ウルルは固有名詞であり特に意味はない。ウルルは1980年代から正式名称として使われ始めた。表面の色、風色による巨大なくぼみや穴などはノッチとも呼ばれ、精霊が宿っているとされる。1976年にアボリジニと知見理法が制定された際に、ウルルは対象から除外されていたため、1970年代。 後半からピチャンチャチャラ評議会を呼び、セントラルランド評議会は法の改正を要求するロビー活動を展開した。その結果、1983年11月にホーク政権は法の改正とウルルの所有権を伝統的所有者に返却することを宣言した。そして1985年10月26日、ウルルの所有権はオーストラリア政府から 本来の所有者である、この地域の先住民に返却され、同時に2084年まで一体の土地を環境エネルギー省にリースされることとなった。ウルル周辺にも先住民の聖地がいくつかあり、許可なく立ち入った場合は罰金が課せられる。カタジュタとウルルの概要6億年前、現在ウルルがある地域は8000メートル級の山脈があったと考えられている。 その山脈を流れていた川は、山から麓へ砂を大量に運び出し、洗浄地を形成した。5億年前、8000メートル級の山脈は、浸食を受け消滅したと見られている。山脈を形成していた土砂は、浸食によって流され、洗浄地を追って砂を砂岩へと変化させた。4億年前に、地殻変動が起こり、砂岩の地層は大きく終局して、 校舎構造となった。長期にわたる雨や風などにより、周囲の土砂は侵食を受けたが、硬い砂岩層は侵食の度合いが少なく、地表に突出して現れ、7000万年前にはほぼ現在の姿となった。なお、地表部は全体の5%に当たる。夕日や朝日を浴びて刻々と岩の色が変化していく、様子を鑑賞したり、 かつてはウルルに登ったりといった観光が行われ、入場料は25号ドルであった。ウルルの山頂までの往復には2から3時間かかる。前半の3分の1の工程は、最大車の46度で、登山路には杭を打って、鎖が張られている。過去には転落死亡事故も発生しており、気象条件などによっては、入山が規制された。また、 先住民の宗教的あるいは文化的な行事の開催時も登山禁止となり、宗教的な理由から写真撮影が禁止されている場所が存在した。先住民の間では一部の祭祀以外は登山が認められていなかった。オーストラリア政府と旅行会社によって、ウルルの観光開発が行われ、オーストラリア政府はリース料と、ウルルイコールカタジュタ国立公園入場料の一部を、 支払っていた。一方、ウルルを聖地とする先住民の人々からは、観光客によるウルル登山を心よく思われていなかった。こうした背景から登山を推奨しない旅行会社もあり、土産物店で、私はウルル登山しませんとプリントされた T シャツやステッカーなども販売された。2009年7月には、 オーストラリア政府が2011年10月にも入山禁止の措置を取る計画を検討していることが明らかになった。しかし、リース料などの観光収入は先住民の貴重な収入源となっているため、観光客による登山を仕方なく容認せざるを得なかった。2010年1月8日に観光業界に配慮し、当面は登山を認めることを発表した。 こうした経緯を経て、2019年10月25日の夜をもって観光客向けの登山が高級的に禁止された。その結果、閉鎖直前まで数百人の観光客がうるるに登った。かつてはアリススプリングス経由での観光が主体であったが、現在はエアーズロック空港経由での訪問が多数を占める。近隣にはエアーズロックリゾートがあり、 セールス・イン・ザ・デザートとラグジュアリーホテルも存在する。日本で2001年に刊行された片山京一の小説、世界の中心で愛を叫ぶの舞台の一つになっている。ありがとうございます。